まあ、そういう長期的な計画を立てることもすごく大事だと思いますが、まあ、今回は、皆さんが今まで3ヶ月ですね、学んでこられた中で、これがやっぱり大事だということを実行に移していく、まあ、そんな計画をですね、今日立てていただけたらと思います。で、立てていただけたらというんですが、もうすでにですね、それはある程度、まあ、浮かんでるというか予習で書いていただきましたね。ですからもうやることはすでに分かってるってやつですよね。そういう形で今日は、それをどう実行するかというのを、それを実行するときに妨げとなるものはどんなものがあって、それを乗り越えるにはどうしたいのか、そんなこともですね、今日皆さんと、まあ、学んだり話したり、まあ、学んでいただけたらと思います。